どうも、パフォーマンストレーナーの宗之助です。今回もですね、この、実家で撮影してるんですけども、ちょっとね、音の設備は完璧にあるんですけど、配線が全然わかんなくて、ちょっとスピーカーの使い方とかわかんなくてですね、ちょっと限られたものをちょっと撮影したいと思いますね。すごくリクエストでも多かった、パラドックスですね。このリアクションをしたいと思います。このやっぱバージョンすごくいいですね。かっこよくてね。僕自身もね、前の動画でも言いましたけども、こう楽器をね、やってたんで。めちゃくちゃ自分が下手くそになってもびっくりするんですけど。さあ、この曲は何の曲だったでしょうか。まあ、世代の方はわかるかな。僕は全然世代じゃないですけど、父親世代の人はわかるかもしれない。はい。では、それでは、見ていきましょう。これね、本当にね、メンバーがわかんない。マジで。ちょっと待ってくださいね。見ながら行きましょうね。うわ、えぐいね。この突っかけしてくるの。これはジョン君っぽいな。うえ。この金髪の子すごいな。半端ないな、これ、弾き。うえ、うえ。顔が見えねえよ。これは許して、マジで見えない顔が。ただこの金髪のここすごいな。孫文くんなのかな。なんかでもちょっとな、わかんないな。すんごい。これニキくんだよな。うへえ、これは愛する系は。うん。うわ、やっぱ足のライン綺麗です、これね。こういう決め方は大好き。うん。やっぱいいっすね、このダンプラーね。すいません。ええ、ここさ、毎回言ってるけど、これ、背屈がすごいですね、この、つま先アップのね。僕、ほんと苦手なんです、足首怪我してるから。ほんとなんか、こういうところを羨ましく思うなぁ。やっぱ、ニキ君はね、コアのね、この前面でこう、動くんだよね。なんだろうね。どっからのインスパイアなのかわかんないけど、これほら、体から入ってくるんですよね。なんちゅう、ここは綺麗なウェーブっすね。うん、いいっすね。このアームスの使い方。いや。いや、出ました。はい、大人のリハビリです、これね。これね。オーバーヘッドポジションと、このね、やっぱこれ X 表示してるのかな。ね。こういう。腕のアーム使いながら股関節使うっていうのはものすごく大事なエクササイズですからね。ダンスだけどね。ええ。ここね、すごいですよね。ダツッタン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 、ファイブ、シックス、セブン、足全部リズム取って。ダツッタンタンタン、ダンス、セブン、パン、ツー、ツー、フォー、パン、パー、セブン、え、ここ、かっこいい、ここ。あと、このね、バチコンのこの、ドン、ここの決め方、ここの反力使ってるでしょ、これ。ドン、パッとこう上がってくるとこ。下に叩きつけたのが反力上がって、こう、ブン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 っていうリズム使うっていうね。ほんと体の脱力と、あとはその可動域の自由化されたこの使い方。キッキングとね。このシャムロックもかっこいいね。
止まらねえ。うわぁ、アーム早っ。アームのくるくるが早い。うわぁ、ここのシルエット深いっすね、メンバーね。こんな、ちょっと表現悪いかもしれない。なんかね、一旦モメのこういうウェーブみたいな、こうね、使い方できるの素晴らしいっすよね。ではもう、これは多分、ジョンウォン君と、ごめんなさい、間違ってたら。もうね、ここのね、胸骨からこの子って言うかもしれない。からのこの分離した体の使い方が、美しいです。芸術です。ぬるここの取り方もかっこいいね。やっぱね、胸から入ってる。ね、ちょっと違うじゃないですか。やっぱね。ほんとこれは動きのすげえ嫌いだけどね。こう、深いね。ニキ君。いや、すごい。もうこれ解説できない。どんな体使い方してんだ、これ。胸で弾いて落ちてますね。うん。ものすごいスピードで。これ疲れるよ、この振り。いやもう対角線上でもそうだし、螺旋系のもう体の自由化が素晴らしいです、ニキ君。絶対筋トレしないでほしい。ほんと体崩れる。うわお、かっこいいね、ニーロール。スイー。ね、見てください、このスパイダーフィンガーをね。これは、指導されてやってるかわかんないです。これ毎回言います。手をつくポジション、スパイダーフィンガー、ぜひ覚えてみてください。手のひらべったりつかない方がいいですね。うん。うたたて伏せるとするときでもまた別かもしれないけども、このフィンガーティップで自分の体支えるっていうね、リハビリじゃないけども、した方がいいです。将来に向けて。うん。スマホばっかり使ってるとこういうふうなことできなくなるから、ここの音の取り方がほんとみんな素晴らしい、綺麗ですよね。もう持っている体の可動域と、あとこのこうカツンってこれアームスの使い方の長さ、素晴らしいです。持つ武器を完璧に活かしてるね。うん。これソンフン君だよね。やっぱ彼いいね、ここの時。いやー、ちょっとジョーン君のこのキッキング見てくださいよ。ここのレッグ X のパチンとはめた反力が股関節まで返ってきてるから、ちょっと振動してるんです。だからね、すごいのがその、こんな、なんだろう、簡単にキッキングしてるんだけども、ものすごいパワフルなんですよね。こんな使い方なんでできるんだろう。ここもね、ストッピング入ってるじゃないか。タンタンタン、これ、ずっこか、一回パチッ、止める感覚。いやー、俺も後ろにちゃんと体幹引っ掛けてるね。もうずっと後ろ足つま先立ちだもん、俺。俺、ジョーン君。ニキ君、またジャクソン5が入ってます。シーウォーク。一体僕はこの回数どんだけしてるんでしょうか。くぅー、畳みかけが半端ない。ここの、ダッダッダッダ。見てください。股関節が、ここまで上がってんすよ。いいですか？移動の時にあのちょこまかなんか、ねえ、
あんななんか、ちょこまが股関節動かしても何やってるかわかんないですよね、舞台の上ではね。やっぱここまで動かすんですよ。そこで皆さん、ハイニーズやってみてください。膝どこまで上がります？脊柱のアライメントキープしたまま。上がんないから訓練しないとね。このスクープの後半力ね、これ。うぅ、これ一発の入れ方かっこいいですね。ずず、やばい。もうね、このね、振りはもうめちゃくちゃラインがすごい。もう、体格に使いまくるわ、下からえぐってくるわ、もう体の身体、もう脊柱管の身体操作がもうオンパレードですね。やっぱこれで見ないとわかんないよね。顔はわかんねえけど、動きはすごいわかりやすい。くえー、これなんだっけ？このステップなんだっけ？忘れてる。いつも忘れる。うえー。せや。このバーチ・シンプソン、国宝ですよ。うお。ええ。ウォーノバー・シンプソン、ニッキ君、やっぱ、ちょっとかっけえな。ええ。ええ。ジョンオ君もかっこいい。ええ。体から言って首が遅れる。なんかサウンドがちょっとこう、ユーゴスラヴじゃないけど、ちょっと90年代、2000年代っぽいかな。2000年代っぽいですね、こう見るとね。なんか服装とかこう、決め方とか見るとね。ただやっぱ動きの自由さとか、あとその、自由さっつうのはね、言葉で説明すると難しいけど、やっぱどんどん体が持つ能力を引き出す文化というか、どんどんエクストリームになっていってるのは事実なんで、体を動かす幅っていうのはどんどん広くなっていってますよね。これはすごいこう、わかりやすい。かっこいいですね、この振り。ちょっとね、何回もレビューしちゃってますけども、やっぱ何回見ても新鮮です。面白い。やっぱ歌ってんのか歌ってないのかも全然違うし、あとユニフォームとか、意外とね、練習着ってテンション上がるんですよ。自分の好きなの着れるから。で、多分自分の好きな靴履けるから、全然動き違うんですよね。ブーツで踊ってるやつってやっぱちょっと違うよね。いやー、いい動画ですね。これから上げてほしいよね。ああ、これはかっこいい動画だわ。はい、長くなりました。それでは、チャオ。I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side.